はい、どうもです。ユウのエアさんに連続です。えー、カブかぶさん、今日1月16日はヒーローの日だそうです。なるほど。かぶさんが思うヒーローは誰かいますかヒーローっていうと、戦隊もののイメージがいますね。人間だと、スポーツ選手とかですね。うん。ベルギーの国民的ヒーローって誰ですかいやー、ちょっと、ベルギーの国民的ヒーロー、誰かな ちょっとわかんいですね。うん。でも僕が思うヒーローっていうのは、まあ、常に、まあそばにいたりとか、こう助けたりとか、なんていうのかな。こうやっぱ身近にいる人がやっぱ一番ヒーローですかね、やっぱね。うん。っていう感じがやっぱすごいします、やっぱ。身近な人うん。いつもこう助けてくれたりとかっていう人が、まあヒーローです、やっぱり。うん。 カブさん、陸上フィリアーも久しぶりですね。お疲れ様です。今日そういえば練習しなきゃいけないのに、まだ桜の花飾ってるんですね。部屋に花があるのはいいですね。練習と観戦、頑張ってください。ありがとうございます。うん。まあ、こういう桜、あの、ずっと飾っておこうと思っていて、まあ、どうしようかな。多分、あの、どんどんいろんなものが増えていくと思うんですけども。うん。 かえさん、おはようございます。今、えー、朝は曇っています。こちらもめっちゃ嵐ですよ、うんえー。今週はまた寒くなり、特に週末は寒さが厳しくなりそうです。えー、本日1月16日は禁止の日です。あ、そうなんですね。なんか日々、空、え、貝、ー、さんとゆうのやさんからいろんな日をね、教えてもらいますが、あの、 禁止の日なんですね、今日ね。ヒーローの日でもあり、禁止の日ということで。うん。この不思議なコンビネーション。予想最高気を8度でございます。ということですね。練習お疲れ様でした。そして合宿お疲れ様でした。桜や植物にたくさん囲まれて、部屋の雰囲気がさらにいい感じですね。えー、ジャンプを飛ぶときや、スピンをするときにぶつけて倒してしまったりしないように気をつけてくださいね。いや、これよくあるんですよ。うん。あの、足痛たとかね。うん。練習のときだけ一時的に 移動をさせるのも一番、あ、そうですね、ほんとそう思います。うん。確かにね、それね、やろうと思うんですけど、なんかやんないので、なんかちょっと、ぶつけてどんまいな感じがありますが、まあちょっとね、工夫はしたりとかはしようと思っています。うん。で、えー、なんだっけな、なんか言いたいことがあったんですけど、あれ、あ、そうですね、植物、そうです、植物はこれから増やしていく。あ、そう、で、これからちょっとね、2月かなり忙しくなって、えー、この部屋にいる、まあ、 お家にいることが少なくなるんですが、まあ、まあ練習したい。でもできればね、2月、1月中に作品は完成しておきたいですが、いやーちょっと自信ないですね、まだね。うん。 え、さらくらイさん、藤原まこさんへ、え、早速息子さんに B 型体操の動画を見せてみたんですね。え、冷静に動画を分析された様子ですね。え、体操をしている方と司会を担当している南宏さんという薄毛の男性の血液型はえ何型なのか不明です。うん。何型でしょうかね。うん。まあ、あのスタ、あの座って、 ている方は別にえ B 型じゃなくてもいいと思うんです。そしたら踊っている2人は B 型の可能性高い気がしますね、うんえ。視聴者の想像に任せるしかないというのが現状ですえ。息子さんのおっしゃる通り、決めつけはダメであると私も思っています。うん、実際に私の,私のえ周囲にも様々な B 型の方がいますが、えそれ以外の血液型もえ同様ですえ。学生時代の友人で、サソリザ B 型とイテザ B 型がえそれぞれ2人ずついて、しかもどちらも 誕生日がわずか1日違いの友人がいます。星座と決定型が同じ2人でも性格は異なります、うん。性格は持って生まれた気質と地域性、価値観、さまざまな環境によって決まると思っています、うんまあ。天からいろんな贈られた贈り物ですからね。な本能も多分違うと思いますね。実際に本能は同じか ん同じですね。うん、実際に同じ B 型相手座の羽生結弦選手と宇野昌磨選手に関しても同じことが言えると思いますえ。この前話題にしましたが、大学で出会った友人のうち福島県出身の友人は高校の時に A 型の人から陰湿な意地嫌がらせを受けたことがあり、A 型の人に対する嫌悪感を持っていました。うん、そうですね。で えー、日本は同調の文化であることと人口比率が A 型が最も多く大多数が肯定している県に異議を唱えることすら難しい場面も少なくはありません、えー、実際に私も高校1年の時に一人っ子であることを理由とした暴言を担任から面と向かって図れた経験がありますいやこれは本当何度も見ますがトラウマになっちゃいますよねうんいやほんとこれはこの時もう 胸に突き刺される思いをしたと思います、やっぱ。うん。で、どうも B 型と一人っ子は狙い撃ちやすいです。あ、ね、そういう感じなんですね。一人っ子っていう、一人っ子が狙われるっていう、ちょっと僕は初めて知ったんですけど、うん。なぜそれを突っ込まれるのかって意味がわかんないですね。うん。おそらく世間のイメージに見て、わがままとかマイペースを連想し、同調の文化にふさわしくないから、エメの敵にしている人も一定数いると思われます。うん。ちょっとよくわかんないあの。一人っ子にな、あの、 な、なって、な、なんかいけないのかって、よくわかんないですよね。うん。それがなんか、嫌がらせを受ける、えー、意味がわかんないです、僕は。うん。で、実際はケースバイケースですが、何でもかんでも決めつけて、色眼鏡的な、えー、思考でしか物事を判断できない、残念で、かつ浅はかな人もいるので困りますね。うん。こういう人は本当に逆にか悲しくなっちゃいます、ね。逆にね。うん、えー。こういうことや、えー、決り型のイメージに決めつけられることに、憤慨している方もいると思うんで、 私も、えっと、えー、言動には、えー、気をつけたい。あ、ね、うん。ということまあ、意型ね、まあ、多少は合っているのかどうかとか、まあ、性格の部分とか、まあ、娯楽として考えるのは面白いですが、うん。まあ、結構、それで人のことを決めつけて、いじめとか、収束とかに影響が出るっていうのは、ちょっと違うかなっていうか、かなり違うかと思うんで、ね、まあ、おいですけどもね、でも、こういうなんか、決めつけっていうのは良くないのかなっていう気はしますよね。うん。 決めつけは勘弁してくれっていう感じです。はい。あ、で、これはサンボセブンティーの話なんで、後でちょっと話していこうと思うんですが、マルディンさんどうもです。えー、マイクボ様へ、ダイヤモンドのこと、フォロー、コメント、ありがとうございます、えー。内心期待していました。かなり前、キュリー夫人の話って私は美術が専門ですが、理科系は未来に入学してからは、えー、趣味の学問としてきました。うん。えー、その頃、増刊された、えー、月刊サイエンスが人工ダイヤモンドを知りました。 そうですね。で、ノエル様のロ,ロボトミー手術のことも再演して知りました。うん。ね、この話も知らない。で、あと、トポロジーも知りましたね。何せ50年前ですから、未来のゼミでトポロジーの話をしたら、えー、教授から次の授業のゼミでやってくれと依頼されて、しまう始末だ、あーという感じですね。トポロジーっていうのがあるんですね。で、そこが私の大型の腕の見せ所で、何でしょうかね。えー、親友の R、男で教、 両親ともに作家を助手に頼んで、えー、ゼミの授業成功となりました。ということなんだ、一体。うん、すごいですね。すごいというか、大型って、他の人が持っている技量をコーディネートする、えー、能力に長けていると自負してます。えへへっていうか、あそんな感じですかね、結構。うん。あでも、仲裁役とかってよくありますからね。でも、そういうことなのかな。うん。なるほど。 えー、マイク・バーティナー様、えー、マリティンお姉様、こんにちは。何、えー、となくそうじゃないかと思っていましたよ。えー、他の人の能,力の能力をコーディネートして目的を達成するのも重要な個性なんですね。あ、なんですよ。で、大国主の見事もそのような能力を持っておられたあ、そ,そううなるほど。うん、そうらしいですよ。で、これからは大国主の見事とお呼びしましょうかという感じですけどね。うん。大型は大国、あ、でも王と王が合ってるっていう、ちょっと。 まあいいかっていう感じですよ。はい、うん。ね、でもそういう感じなのかな。うん。 藤原桃子さんどうもです。えー、かぶくん、桜木の、桜木のそばでの、陸上、あ、桜木、あれ、それ、陸上フィリーだ久しぶりですね。できればもっと見たいですが、無理せず、マイペースでね、東京は昨日から冷たい雨です。またね、ありがとうございます。うん。あの桜木ね、うん。まあ、あの雰囲気をちょっとライトアップとかしてね、えー、どんどん広げていこうかなと思うんですが、結構好きなんですよ。最近ハマってて。で、る植物欲しいんですよね、今度は。うん。まあ、ちょっと家をジャングルにしていきたいと思ってます。で でえー、と陸上フィギュア、ちょっとまあ、今日練習、これからちょっとし,しようと思うんですがね、うんでこっちも天気悪くて、あの一番最後に今の状況をちょっと紹介しようと思います。かなり風が強くて、あの本当すごいですね、気温は思ってよりも低くないですね。うん えー、マルディンさんともです。えー、マイクボ弟様。ということで。えっ、ー、と、大国の、大国の主の見事は、ちょっと硬いですよ、ということですうん。高橋泰子さんは荒川静香さんのことを、あれとか言っていたと思うけど、京都弁でお,お姉さんのことをどういうのかわかんないけど、京都弁のお姉さんがいいな、ということですね。なるほど。えっ、ー、と、マイクボ晃さん。マルディンお姉様へ。こんばんは、ドスへ。大国の主は、違うな。大国の、 主の御言葉えーっとお嫌いどうすか京都弁ではお姉はんお姉はんどうすなっていう感じらしいですね <laughs> なるほど ちょっと京都弁の,あの雰囲気が、あの発音とかはちょっとあれ,あれかもしれませんが。えっと、マリニンさん、マイク棒弟様へ、お姉はんがいいです。え、あお姉はんか。お姉はんですね。すみません。お姉は、うんがいいです。で、関東圏だと京都弁とかが使われていると、はんなりっていうか柔らかい響きが心地いいのよ。うん。お姉はんグッドということですね。っていう感じ、ちょっと盛り上がってる感じなのかなと思いますけども。うん。 えー、さんんん連続です、えー、こんばんは日本でもイチゴは基本的には春ですが、ビニールハウスですね。で栽培されているものなら 12, 12月頃から販売していますね、えー。クリスマスケーキでイチゴを使うためこれに合わせる目的も、まあそうですね。確かに、うん。そんな感じがありますね。でも、あのベルギーのケーキってイチゴがそんな乗ってなかった。 たことが多多いんんですよねね結構た多分、ね、うん、あのにケーキって日本だとイチゴは乗ってること多いですけどベルギーってあんまね今思ったんですがあのケーキの上にイチゴ乗ってるって結構少ないなって思いますねうんショートケーキでものっまずねショートケーキっぽいのがそんなないのでちょっとブルーセのーほいではあるのかもしりませんが確かにケーキとイチゴって日本では普通なんですがベルギーはな,なんかあんまり。 一般的じゃなかった気がします。ちょっと忘れましたね。うん。ね、なるほど。えー、そして、かぶさん。えー、っと、藤原う子さんへ、えー。ズボンを履かずに、えー、パンツだけで地下鉄に乗るイベントが開催されていたのは、イギリスの人、ロンドンですね。うん。毎年1月8日に開催しているようです。なぜでしょうかねどういうことなのこれ、一体。うん。なんか、ね、なんか、なんか、 変態な感じがするんです。楽しい下着の着用を推奨し、えー、数に派手な行為は危険で無謀な行為のための下着の着用は禁止とのことです。あー、ってことはそういうことなんだ。うん。どんどん,どんでは去年開業した新,新路線もあり、えー、新路線でも初めて、えー、下着、パンツだけで地下鉄に乗るイベントが開催されました。えー、ちなみに発祥の地はニューヨークだそうあそうなんですね。何かのこれは、何だろう。何かのこの、 アピールなんでしょうかね。うん。ちょ,ちょっと、このアピール意味がわかんないなっていう感じがしますね <laughs>。だって意味わかんないです。だって電車に乗るのに下着だけってちょっと意味がわかんないので、うん。何からしてんだろうっていう気はしますけど、なかなかユニークで面白いですね。平和な感じがしますけどね。うん。でも1月4日って寒くないですか <laughs> 地下鉄めっちゃ寒いと思うんですけどもねあの今もベルねベルギーもかなり寒いあでも1月8日ならまだあれかそんなには寒くなかったんですが今めっちゃ寒いのでちょっと普だだったらかなり寒いと思うんでね下着だけなんで多分あの太ももとかは寒いと思うんでちょっと風邪ひきそうな気がしますねうんちなみにあのパンツだけってまさか女性もでしょうかねうん気になっちゃいましたえマスミンさんどうもですいってらっしゃい浜田浩司のまね キネテラピーって何ですかっていう。あ、ね、言ってらあ、これ言ってらっしゃいってそういうことだったんだ。なるほど。すみません。僕、間違えました。あの、浜田先生、言ってらっしゃいって、あの、えー、っと、何ですかっていうのが、えー、っと、浜田浩一の真似かと思ってます、ちょ僕、勘違いしてますね。浜田先生、そんなこと言ってたんですね。って書いてますが。ちょっと僕、勘違いしすぎですね。ちょっとね。うん。で、キネテラピーっていうのって、あの、なんかね、 えっとね、ケネジストって言って、なんだっけあの、生体ですよ。生体。うん。生体みたいな。でもなんかね、生体なんだけど、僕の言ったところは、なんかファージアって言うんですよ。ファージアって言って、続きがちょっと、あの、わかんないです。ファージアって言うんですよね。で、なんか、生体なんだけど、なんか軟骨マッサージだったかな。 なんかね、軟骨のなんか液がありますよね。骨とあの肉の境目になんか液があるっていうか、あの膜がありますよね、こうやって。これ骨がこうやってあって、で、この骨の周りに肉がありますよね。で、その肉と骨のこの間のとこになんか液体、液,液体があるんですよ、液体が。で、そこをこうなんか潤すマッサージってのがあるんですって。うん。で、それに行ったんですよ、僕。うん。 で、今日はどこが痛いのかってチェック受けて、まあ、結構股のとこと、あと、なんだっけ、結構首元が痛かったんで、ちょっとそこの、まあ、ええー、まあ、診断をね、やってみたという感じで、まあ、今日は、まあ、キネテラピーっていう感じが、で、キネテラピーっていうのは、なんかその骨ああで筋肉だ。筋肉を、まあ、チェックするんですよ。で、えー、っと、で、あとは、オステラピーっていうのがあって、オステラピーってのは、あの、ドス。まあ、つまり、骨ですね、骨。骨を、 セラピーセラピーするって話。で、それの真ん中あたりですね。この穴だけ。ファージャっていうのはね。だからまあ、キレテラピーってわけじゃないなんですが、ちょっと複雑ですけどもね。うん。ユうのやさんどうもです。カ、え、ブ、ー、さん、三原舞ちゃん、郵送します。そうなんですよ。で、これね、僕、後で今から見ますよ。ちょっと遅れてますけども。うん。おめでとうございます。カブさんもおめでとうございます。よかったですね。いや。 どんななだったのか気になるんでこの辺ね、たくさんコメントいただいてるんで、後でちょっと見てからね、えっ、ー、と、フィギュアスケートに関するコメント読んでいこうと思います。で、カブさん、キネテラピーってアルマテラピーみたいなもんですか気になりますっていうことなんですが、なんかね、ファージャー療法っていう感じで、名前からよくわかんないですよね。うん。で、なんかさっき言ったような感じで、えっ、ー、と、ま、あ軟骨なのかなうん、なんか骨と肉のあの境にある、えっ、ー、と、なんだ、液体をなんか潤すみたいな感じの、ああるんですよ、ほんと。うん。 ユーナヤさんも言ったです。え、カブさん、NTT 東日本が昆虫食に参入するらしいです。面白いですね。うん。食用コオロギだそうです。カブさん、食べられますか私は嫌です。うん。ベルギーでは昆虫食は進んでいる。あ、これね、面白いですよ。これね、あの、ベルギーの、ちょっとあの、まあ、 レベルが高いスーパーで、えっと、なんて言うんだっけな、えっと、デレーズっていうスーパー、多分ね、マヤクボ様はね、ご存知かと思いますが、デレーズっていうスーパーでそのスーパーが、あの、昆虫食を始めたんですよ。で、これね、1年くらい前に昆虫食の棚をね、出したんですが、あの、全く一向に売れず、結局今はね、廃止になりました。うーん。あのね、やっぱりね、昆虫食って、やっぱこう、健康にもいいらしいですし、まあ、それからこう、動物とかを食べるっていうのは、ちょっとばっこう、まあ、 肉食をこうなんかねやっぱかわいそうであったりとかまあそういうまあことがあってまあどんどん昆虫食とか魚食に変えていこうっていう流れがあるんですよやっぱりねで,で昆虫食ってタンパク質がいっぱいあるので例えばこのコオロギだったりとかまあセミとかね うん。イナゴとかだと思うんですが、まあ、そういった虫とか、あとカブトムシの幼虫みたいなやつかなとかをね、ちょっとまあグロテスクだけど、結構健康にいいらしいですよ。で、そういうのをこう、売ったりとかしたりとかしてる。うん。で、食用コオロギね。まあこれは多分、だからナゴとかを食べてる人は多分コオロギとか食べれると思いますが、僕はね、昔イナゴを食べたら結構美味しかったんですよね。イナゴうん。だから多分コオロギいけそうな気がしますね。うん。ただ昔ね、えー、東京にいた時にね、 あの地元にあのコロギが地面にいたんですが一瞬あの G かと思ってゴッキーかと思ったんでコオロギとゴッキーって似てますね。うん。はい。でも NTT 東日本はなぜコオロギなのか。 昆虫食を参加すするのが不思議な感じがします、うん、レモンミカンさんどうもです、えー。神奈川県は今日も雨でした、うん。日本は今日は雨な感じですね。明日からは晴れの予報です。えー、気づいたら1日過ぎてました。なるほど。えー、ギタリストレジェンド、えー、ジェフ・ベックが1月10日に亡くなっていました。えー、WMO、イエロー・マジック・オーケストラの高橋 えー、ゆきさん70歳、死因は肺炎さんも亡くなりましたということですね。私が10代の若い頃にいつも聴いていたミュージックミュージシャンたちでした。うん。で、WMO は、えー細えー春あえー、細野春夫、あ、細野春夫さん、坂本隆一さん、えー、高橋、 えー、ゆきひろさんが当時テクノサウンドという新しいジャンルで世界中に発信しました。で、坂本龍一さんはメリークリスマスミスターロレンスの曲が有名ですね。うん。で、坂本さんのこの曲はすごい意枠好きで、まあ、いちゃんも今年この曲使ってますけど、昔からこの曲はほんと好きですよ。で、若くなく病気であったんですが、ショックで気力が飛んでしまいました。えー、心よりご冥福を、えー、お祈り申し上げます。うん。ということです。 らしいですね。うん。はい。ちょっと、イエローマジック、高橋さんについては、ちょっとわかりも、あれですが、ええー、そういうことらしいですよ。うん。ゆうなやさんも言ったです。え、かぶさん、推し活っていうかで話題になったのは、北海道の洋服あ、そうでしたね。なんか推し活ってありましたよね。最大で10日もらえるとかで話題になりました。うん。これは実際に行われてるんでしょうかね うん。北海道では行われてるのか。で、北海道以外はちょっとよくわかんないのかなっていうことでも、最低10日って結構すごいですよね。うん。なんかでも視聴者の方で、ええー、まあ、あの、フィギュアスケートの試合を見るから、休みにね、変える、あの、日にちを変えるっていう話があったん、ね、で、仕事のね、それできるんだって結構日本だと珍しいから。で、海外でも珍しいと思うんで、結構面白いですよね。うん。こういうのは、僕はいいと思います。素晴らしいと思いますね、やっぱね。うん。 はい。では、最後に、皆さんのところ、ちょっと、天気見てみようか。ちょっと、興味、興味本位というかね。うん。まあ、ベルギーの天気の様子、と、あと、今からちょっと紹介するんです、興味のある方だけ見てほしいんですけど、アメリカ大陸ですね。ちょっと大きいアメリカ大陸。はい。ちょっと、通過して、えー、太平洋に行きましたね。で、はい。こんな感じですね。あ,あれ、うん。はい。あ、今、こんな感じなんだ。ちょっと待って。はい。あー、でも、低気圧がね、えー、っと、 関東の東の海上に進んで、っさっきなんか雨が降ったっていう話があったと思うんですが、低気圧の等圧線がちょっとこうね、えー、なんだっけ、まあ、東の方に、西か、西の方に、まあ、折れ曲がってるので、気圧の谷がですね、まあちょっとこう低い低圧の部分はこういう風になってるのかな。うん。あ、ちょっとこっち側もあんね。うん。なんで、まあ多分ここに沿って雲がちょっと多い感じですかね。 うん。だからまあちょっと、え天気がぐずついてるのかなっていう感じですけども、でも低気圧はこう去ってってるので、まあ成功到底型になりつつあるのかなっていう気がするんで、ちょっとここから寒くなっていくんでしょうかね。うん。ちょっとこうね、動かしていくんですけど、まあこの低気圧は次第に東の方に去っていくということなんで、まあこれがね、まあ北の方、北海道の方に行って発達すれば、まああ,あの、まあ旧型の気圧配置安定するんですけども、 うん。まあ、移動性の高気圧がね。途中で来る様子になってますね。水曜日あたりうんで、えっ、ー、と水曜日から木曜日にかけては明日曜日にかけてはですね。まあ、低気圧がまた関東あたりこう進んでったりしてますね。うんはいで、その後もなんか気圧配置があんまりこう。 ね、えーなん、なんていうのかな、こう、あ,まあ安定することはないですが、このあたりかな、木曜日あたりですね、木曜日から金曜日にかけて、北海道あたり低気圧ができてくる。で、この低気圧が、まあ、発達していくのかな。で、来週、えっ、ー、と、今週末か。今週末あたり、なんか結構寒くなるって話があったと思うんで、もうこれが発達して、えっ、ー、と、冬型の気圧配置が結構強まるっていう感じですかね。あ、そうかもしんないですね、多分。うん、ちょっと発、あ、でも、 えとそれぞれ低気圧が、あこのあたりですね、金曜日あたりに、まあ、こうやって、えー、と金曜日か土曜日にかけてこう発達してるっていう感じなんで、でこのやっぱりこう、冬型の気圧は北海道あたりに低気圧で、えー、こちら側。 大陸高気圧なんで、これで成功到底ですね。結構はっきりとした感じで。なんで来週末は本当寒くなる感じですね。多分ね、これを見ると。で、このあたり、こっから、まあ、冬型の気圧配置が結構安定的に長引く感じですかね。うん。はい。まあ、結構猛烈,猛烈に発達してますね。うん。っていうことなんで、はい。来週あたりは寒くなるっぽいですね。うん。 はいちょっと速報でございます、えー。ベルギー、ものすごい風が吹き荒れています。今、オランダにですね中心低気圧976ヘクトパスカルの低気圧が中滑でしてです、ね、ちょうどこの僕の住んでいるこのオースタンド、この辺なんですけど、これですね。ちょっと 確認いただけますでしょうか。今も音がゴーゴー聞こえますけど、あとっと映像を見せますからね。で、えー、っと、ちょっとこれ近づいていけるとですね、このようにオスタンド、オステンデってこう書いてありますけど、このように、えー、北寄りの 北西からの風がね、吹いてます。まあ、ウィンディーの良さと、まあ、そんなに風が強くないんじゃないかっていうね、そういった感じにはなってるんですが、実際にはこの表示よりもね、もう強い風が吹いてるんじゃないかなっていう感じがあります。で、コンティティラスね、ちょっと移動していきます。ちなみに現在、ベルギー時間15時39分、1月の16日ですね。 になってます。ちょっと、ちょっとだけ動かしていくんですけど。まあ、日本時間だともう夜の0時ぐらいかなと思います。まあ、この後、次第に低気圧は北の方に進んでいき、えー、まあ寒気がやってきて、風はこのように弱まる。だから今だけ風が強いのかなっていう感じでございますね。はい。 はい。で、この後こうやって動かしていくと、だんだん冷たいね、えー、寒い空気がね、どんどんこうやってくると予報になってるみたいなんですが、まあ、とりあえず今めちゃくちゃ風が強いんで、あ、来週あたりもまた北から強い風来るんですね。来週っていうか木曜日あたり。うん。ちょっと天気が荒れそうな感じはしますけど。それではね、今の天気の様子、ちょっと確認して、えー、レポートをお伝えしていきたいと思います。 はい、あの人危ない,や,な絶対や,ばいやばいなホントは。 でゴーゴーなってますね扉も。やばすぎだろ本当に。